目的地までおよそ 29km です。41分ぐらいかかります。料金は1610円です。この先、ヒヤリハット地点があります。ご注意ください。およそ700メートル先、右方向、堺西名阪方面です。右折レーンがあります。およそ300メートル先、沢田、右方向です。その先、200メートルで、右方向、大阪、名古屋、方面、入り口です。まもなく、沢田、右方向です。その先、200メートルで、右方向、大阪、名古屋、方面、入り口です。この信号を右です。続いて藤井寺インター、右方向入り口です。その先90メートルで右。実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。続いて右方向。続いて料金所です。およそ3キロメートル先、松原ジャンクション、直進方向、吹田、大阪市内、方面です。およそ2キロメートル先、松原ジャンクション、直進です。およそ1キロメートル先、松原ジャンクション、まもなく直進方向、吹田、大阪市内、方面です。その先、100メートルで直進方向、大阪市内、方面です。続いて直進方向、大阪市内、方面です。右側2レーンをお進みください。およそ1キロメートル先、三宅ジャンクション、左方向、大阪市内、平野、方面です。左側2レーンをお進みください。まもなく、左方向、大阪市内、平野、方面です。左側2レーンをお進みください。およそ1キロメートル先、瓜破本線料金所です。まもなく瓜破本線料金所です。料金は1320円です。この先、しばらく道なりです。
この先左からの合流があります。ご注意ください。およそ2km先、港町ジャンクション直進です。この先合流があります。ご注意ください。この先左からの合流があります。ご注意ください。およそ1km先、港町ジャンクション直進方向、環状線方面です。まもなく直進方向、環状線方面です。この先右からの合流があります。ご注意ください。およそ1km先、西千葉ジャンクション直進方向、環状線方面です。まもなく直進方向、環状線方面です。その先100m で直進方向、環状線方面です。続いて直進方向、環状線方面です。この先左からの合流があります。ご注意ください。まもなく左方向、池田名神出入り橋出口方面です。左側2レーンをお進みください。その先600m で右方向、出入り橋出口国道2号方面出口です。続いて右方向、出入り橋出口国道2号方面出口です。およそ300m 先、新出入り橋東右方向です。まもなく新出入り橋東右方向です。およそ300m 先、桜橋左方向です。その先300m で左方、まもなく桜橋左方向です。その先300m で左方向です。
この信号を左です。続いて大阪駅前西左方向です。その先80メートルで左方向です。左です。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は17分です。運転お疲れ様でした。